はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、ちょっと今ねこれ BGM がいつもとちょっと違う感じになってると思うんですが、これ今回ねちょっと話に集中していただきたいというかということで、いつもこの BGM このね、ロブロックスのゲームの BGM を下げて後ろの BGM つけてるんですけど、ちょっと BGM 大きいんでね、話にちょっと集中できないしにくいかなと思って、ちょっと今回 BGM こちらにしております。 BGM というかね、ゲームの BGM にしております。で今回ロブロックス、本当にこのタワーディフェンス、まあ嬉しいことにねアクティブユーザー数もすごい増えてなんですけど、よくコメントでいただくのがなんかよく僕400連とか500連とか毎日のように動画出してるじゃないですか。あれってなんであんなにガシャ弾けるんですかっていうコメントいただいて、で実は僕あれ1時間とか1時間ちょっとやってみたいな、1、2時間ぐらいかなやってあれなんで、多分本気出せば1日毎日1000連ガシャっていう動画を投稿できると思うんですよ。本当にそれはなんか放置してしかもできるんで、放置してもう結構1回のなんか無限列車で200連とかできたりするんですよね。で1000連とかじゃあ簡単にどうやって弾ければいいのって話なんですけど、すごい今回超簡単な1000連毎回ね、もうすぐに1000連弾ける方法があるんですよ。はい、それがこちら、これですね、この炭治郎、この星8炭治郎なんですけど、これはレベル4にすれば体力が8万7000と、まあこれ今レベル50だけどね、でも多分初期これになるはずで、ベーシック攻撃が9万、そしてスキルに関しては32万ダメージが入ってるんですよ。めちゃんこ強くて、でこの炭治郎っていうか無限列車のいいところって結構ウェーブがあるから、炭治郎強い敵って大体最初に来るんですよ。ちょ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 ってゆっくり来るから、その時に炭治郎のスキルは最初いきなり打てるんで、いきなり32万ダメージ与えたりとかして、結構もう超簡単にもう1回の無限列車でウェーブ200とかそんぐらいはいけるぐらいな感じなんですよね。じゃあこの炭治郎をじゃあどうやって作るのって話なんですけど、すごい簡単なんですよ炭治郎って。この炭治郎ね、最近出たこれ星8炭治郎、これがそれになるんですけど、これはい、鬼の王がいればもうゲットできるはずなんですよね。だからうわびくしょこのキャラクター1体ゲットすればいいんですよ。あこれはでも星6か、だからこっからあっちだね、あっちにちょっとやんないといけないんだけど、この鬼化炭治郎、煉獄さん星5、無惨さんは星5、あとはまあ星3とか星4なんで、だからここで 1% の無惨様とか煉獄さんの時、あ今だね、今ですよ、ちょうど今ですよ。この時にこうやってまあ結構最初の方って配布されたりするし、うん、あはいはいどうぞ。それでまあ今星4のあれ今イグロさん出たと思うんですけど、星4とか結構ポンポン出やすくて、星5も意外と出るんで、これでまあゲットしてもらいます。はい、でゲットしたらここで鬼のをゲットします。そしたら今度こっちに行くんですよね。でこちらに行ってその鬼の王をここでこれかな、はいこれをやります。でもここで一つちょっと大変なことが実はあります。15000、敵をキルしないといけない。だからそこは無限列車じゃなくて無限モード、そこでまあ放置してればそんなに強くないんですよ無限モードって。だからそこでかなり何回も周回ちょっとそれも放置でいいんでね、放置すれば15000貯まると思うのでそれで放置していただく。じゃあ一番大変なのじゃあこれじゃんって、ダイヤの1000って普通にショップで例えば買おうとするとこのねブラックマーケットとかあるんですけど、それでいくと1000は899、900なんで倍なんで1800円かかるんですよ。でさらに無限列車の場合は両方にキャラクターを置かないといけない。今回は激ムズじゃないとお金稼げないんで、お金が入る量違うんで激ムズで今回やります無限列車は。そうなってくると反対側とその両方一箇所に炭治郎置かないといけない。そうなると2体必要なんで2000いるんですよ、もしやるとしたら。だから4000円ぐらいかかると、これはさすがに無理だと。4000円ではこんなお手軽じゃないよっていう時に出てくるのがこちらスピンですね。はい、これ今スピンこれ3分とか書いてあるんですけど、この無限列車とかじゃなくてここのロビーにずっと、まあ、放置でいいですよ、動かなくてもいいんだけど、こうやって放置してればこのルーレットが1回回せます。で 25% の確率でダイヤ200個もらえるんですよね。それが結
構ね実は、当たりやすい。これ本当に 25% なのっていうぐらい結構200コイン集めれて、僕多分どうだっけな、めちゃんこ集めたよこの声。3000何になるまで2時間か 3時間ぐらいで2000とかいったんじゃないかな。そこまではいかないか。でも単純によ、1時間で6回回せるわけですよ。うん、で 25% なんで結構な確率で当たります。でだからそれを放置してればダイヤ1000ゲットできるので、でさらにもうごっつあんでこれ鬼脳が出る可能性あるんですよ。ここに 2% で 1% で、 1% でもその炭治郎とか、まあ炭治郎じゃなくても強いキャラクターが引ける。そして何より一番いいのがこれ、これ放置することによってコインも大量にゲットできる。コイン1000が 28%、 コイン2000が 18% と。だから本当にポン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 、さっき実は1回引いたんですけどそれ、コイン2000でした。今これここで止まってると思うんだけどね、止まってるんだけど、コイン2000でした。それで10連はまずゲットできたりとかするので、だから無限列車最初の方はまだ始めたばっかだよっていう人はもうここでロビーで待ってるのもいいと思う。で、ロビーで待ってればコインもいっぱいゲットできるし、ここで、でもしこれでお目当てのあ煉獄さんだこの素材だってなった時にこの煉獄さんのところに行く。善逸と伊之助に関してはこの宇髄さんまず星6を作んないといけないのよ。星6作ってさらにここでやる。まあでもこれ自体難しくないんだけど、星6のね宇髄さんがねどうなんだろうね、こっちでもいいよ。でもね義勇さん3体いるんだよこれ、しかも属性が違う。だそれはちょっと難しいと思うんです。なので、まあ、こっちの鬼の方のが鬼の方の方が作りやすいと思うから、ぜひこちらをちょっとやった方がいいと思います。はい、まあそんな感じでちょっとよかったらね参考にしていただけたらなと思います。どうかな、ちょっとまあもちろん始めた、なんだろう、始めたばっかじゃない人からしたらね、いやそんな分かってるよってなるかもしれないんだけど、 ぜひこれで一回このキャラクター作っちゃえば、そっからずっと200連とか300連とか1回の無限列車のチャレンジでゲットできて、で強いキャラクター、おおすげえ7の人いた、いいね、じゃあ勝負させていただこうか。はい、だからそれとかを考えると最初にちょっと、最初はちょっと大変かもしれないんだけど作るのが、でもそっからやっぱり一気に強く、一気に強くなれると思います。はい、ぜひご参考になればなと思います。さあワイツさんは、え、五条先生？あれ五条先生じゃね？ん？うわ、五条先生だ！五条先生で、わあ、じゃあ僕もくしくも同じ構えだ。驚いたね、坊やすればよかった。僕も五条先生のスキンにすればよかったな。しまったな、これはちょっと失敗でごじゃる。あー、どうもどうも。おー、かっこいい！おー、かっこいい！あ、いいね、青だ。どうもどうも、こんにちは。こんにちは。かっこいいね。おめえかっけえな、よろしくお願いします。いや、いいね、ちょっといいね、しっかりした挨拶を。あ、とりあえず、ああ気づかれた方かな。え、じゃあちょっと一旦、いやでも僕ってことはもう戦術バレとるな、戦術がバレとるぞ。まあええじゃろう、バレるのは仕方ない。あ、でも赤座対策まだこれされてないんじゃないか。そうだね、こっちにされる、こっちにキャラクター置いてってるってことは赤座対策をしてない可能性はありまする。まずちょっと待ってね、ここで、あ、そっか、え、待って、これ今回しまった、まずい、これ原野、あ、やっべ、ちょっと待って、防御猪之助になっちゃってる。赤座じゃちょっとこれ防御できんぞ。で、うわ、玉子だー、いやこれ勝てんかもしれん今回、やばい、これ防御が弱すぎる。かっこいいね、どうしような。いやでも猪之助で守れるか、ちょっと待ってね、猪之助のちょっとステータス見たいんだけどな。しゃーない、ちょ、玄野はあっちに置きたいのよ。でやばいのが来たらちょっとこれ変えよう。うん、本物わかんない、トライアングルという他の人がいるんだったら本物じゃないかもしれない本物じゃないかもしれない、わかんないよ、俺はちょっと五条先生わかんないよ。いや、これ今のうちに行った、いや、今行って無理だよな。絶対瞬殺されちゃうな。置き方とか無残出してないところとか。え、置き方はこうだよ。え、違うんだって。違うの。今日間違えちゃったんだ。アピールしとくか。わしは猪之助を持っとるぞと。
わしはイノシケを持っとるぞ。本物かどうかこれで確かめてくれ。おい、範囲が狭いじゃないか。イノスキ、ダメだ、これ負けだわ。ちょっと待って、無理だ。どうしよう、どうする、これどうしよう。原野、原野でいける、原野で守ってくれ。ちょダメだ、勝てん勝てん、これ無理だ。どうしよう、どうしよう。原野、原野ほんとあそこに、ここに置きたいの、ここ、ここ、うわー、なんかいる、やばい、なんか潜ませてる、怖い、怖いよ五条先生、怖い、五条悟る、怖いよ、いやー怖い、五条先生が怖いよ。あー、パパ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 パ、待って、攻撃力めちゃんこ、え、なんかめちゃんこ攻撃力高くね、なんか一瞬でなんか、あー、そう、待て、あんなとこ、待て、あんなとこにいんの、やばないそれ。なるほど、そこか、やばいねそれは。ちょっと待ってくれ、これで届くか、届く、届いたか、届いてない、いや届いてないか。なるほど、より一ゼロ式をあんなとこに置いといたんだ。やるねー、やるね坊や、いいね。ちょっと原野ちょっと守りに入るわ、うまいわ。まずいまずい、これ完全にもう防御がいないから、本当はここに原野置きたい。だからお金貯まったらここに原野置こう、そしたらかなり安心はできる。で、防御でもな、防御がで、伊之助の範囲が狭すぎるんだって、攻撃の範囲が。いやー、どうしようかのー、これ本当に困るのー。いやでもまだ救いはレベル1だな、これがまだ玉子、攻めに今お相手さんがお金使ったから、それがまあちょっとまだ救いではある。アップグレードしたら変わるか、これどうなんだ、あ、ちょ、ん、スピードそんな変わってないんだよね、わかんない。でも上がるって言ってたから僕信じるわ。お金のさ表記が出ないんだよね。あ、でもここに置かなかった、こっちの方がいいな、やるんだったら。ちょ、やってみるわ、僕信じる、僕はリスナーさんのコメントを信じるべ、信じるべ、いくべいくべ、これで4だべ、変わってるべ、本当？いや大丈夫、信じろ、変わってる、絶対変わってる、絶対変わってるから、変わってるはずだ。よし、いけ、大丈夫だ、これちょっと長期戦になりそうだね、長期戦になりそうではあるが、ん、ガチの本物、わかんない、トライアングルという物体が別にいるんだったら僕は偽物だそれはわからん。でもあの一つだけ言わせていただく、おき、あのね、無残じゃないとことか、あの、お、間違えたんですあの普通に、あー、でも確かに早い気がするな、あ、早いね、早いね、これはもしかして本当に。ちょっと一応もう分かった、もうこうなったら、まあ、原野つまんない、ここに置く、もうこうするわ、原野を今日は盾にする、それでいこう、もう近づく前に消し飛ばします。通常攻撃がとんでもない範囲なので、これそうだね、強いかもしれないこの原野は。いいぞ、これワンチャンあるな。さあそしてまだ玉はレベル1、さあ攻めに使ってくれ、攻めに使っていいぞ、うん、いいぞこれ、そろそろ戦いましょうね、うん、あ、でもそうだね、ゲージが、ゲージの上がり幅が高い気がするわ。で、ちょっと待ってね、ん、なんか、なんかビチビチビチって言ってたけど、なんだ、なんかした、今なんかした、あったから、僕だ、僕な、僕な、僕な、よし、あ、防御か、じゃあ今原野は攻撃が欲しいね、ぜひ。そう、これが強いよ、範囲が非常に長いでごじゃる。ちょっと一回やってみるっぺ。うわー、ゼイチくん何をしているのかね、君もしかして私の、あ、止めようとしているね、これ、ちょっとこれ今倒すわ、これ多分倒せる、えい、やばい、よし、はあ、やばい、マジか、マジか、え、すご、あ、これ、え、待って、このゼイツもしかして、あ、これだ、え、待って、これ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 、この善逸、この善逸がやばいの、これがあの課金800円で出る当たりの善逸、1回800円で出るやつ、え、絶対そうだ、これ絶対そう、絶対そう、絶対そう、これ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 、うわ、持ってるんすか、はあ、いいの当てたんだこれ、いや、これだよね、絶対これだよね、
あの1回800円で 10% の確率で出るやつ。いやこれは負けたわ。いや、はい、やっぱ、はぁ、え、ちょっと待って、これ、え、どうしよう、これ勝てん、いや、勝てんって、え、待って、無理だわ、これ、無理だわ、持ってんの、果てたの、これまあ本当に一応単純計算で言うよ、本当に申し訳ないんだけど単純計算で言うんだけど、800円で 10% じゃん、8000円だよこれ。あの確率通りゲットしようとしたら、でもちろん8000以上になるかもしれない。まあもちろんね800円でゲットできるかもしれない。少なくとも最低800円いるこれ全員だ。うわー、こんなん見たら欲しいなる。え、どうしよう、8000円。いや最初油断してたわ、普通のあの星七善逸とかそこらへんかなーって思ってたら、明らかにこれ衣装し違うもん。でこの目は忘れもしない、800円の目だ、知ってるかい、僕が2回引いた時この目を見た。どう勝てばいい、いやこれ一つだけ勝ち筋がござる、星四にすることだ、伊之助を。そして善逸の攻撃を1回耐える、耐えれる、いや絶対耐えれんぞこれ。ちょっと待って、これステータス見たいな。これ赤座艦隊作って無理かな、無理そう、無理かな、すぐやられちゃうよね。原野パッ出し、原野レベル4に即する、ここいけ、倒せ、撃てダメです、くそー当たんね体力減らせません、まずい、どうすればいいのかね、これはどうしよう、助けてくれ誰か、赤座届かんこれ、でもさっきやられたもんな、ちょタイミング見よう、タイミング、スキルをここで打つ、これがやばいんだよね。でも通常攻撃でも消されるか、まだ打った瞬間、無理だねこれ。いやこれもう本当に何度も言って申し訳ないんだけどさ、別に負けるのが悔しいからとかじゃない、先言っとくよ、僕全然負けてもさ、これゲージ下がんないのよ、だ全然いいんだけど、まあ絶対か、運営さん海外の人だから見てないとは思うんだけど、ぜひその防御型を弱くした方がいいと思う、攻撃型が弱すぎる、攻撃側、うん、あーしかもこれ、あー、より位置ゼロ式のこの攻撃範囲をうまく利用してますね、これ届くか、玄野どうだろう、玄野の攻撃もしかしてこれ抑えられる、え、これ負けるのか、玄野の範囲、あ、玄野の範囲負け、まあでも本来玄野はここに置くキャラじゃないからね。いやでもこれなんとかしたい、これここ突破するために、待てよ、これもう猪之助いくか、いやでも体力で絶対攻撃30万とかあるもん、今いいんじゃないもうダメだ、今日もダメ、いやこれ負けるのが苦しいんじゃないの、勝敗がその戦って負けるならいいの、でも違うじゃん今回は。ありがとうございました。いや強かったよ。全員付き、いや全然いい、大丈夫、いい、残して、すごい、本当にありがとうございます、いいの見せてもらった、これね、いや、ちょっと待って、あー間違えた、いやありがとうで、本当にありがとうございます、これは本当にありがとうございます、ちょっとこれは即動画にさせていただきますありがとうございました、ありがとうございます、いやーこれは楽しかった、いやいいの見た、すごい素晴らしい、いやちょっとこれガチャのモチベ上がったかも、うん。
これは8000円使って引くか悩みますね。8000円の善逸が強すぎる。いやでも面白かった。いやちょっとあのね、これ見せるわ見せるわ。これよね、これ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 絶対これ、服もこれだもん。でこの忘れもしないこの目でも、まあ、これ割引あるからね、2000円で3回引きます。普通にこれ引くと、これ399って書いてあるけど2倍なんで800円です。はい、ロブロックスは400は、800円、999だ、まあ約1000だよね、1000は2000円なんで。欲しい、いや欲しい欲しい、これ欲しい欲しい欲しい。これ歩くのかな、歩かんかな、どうなんだろうね。いやでも確かバグ起きる前から確かこれあったやつだったからバグるとは思うんだけど、防御としても全然欲しいわ。はい、というわけでちょっと今回はね、一番最初始めたっていうかね、あのガチャたくさん引きたい人のための、ちょっとお力になれればな、プラスすごいちょっと、いやいいの見せてもらいました。とんでもない善逸いましたね。はい、だ僕はちょっとこれをガチャを引くモチベーションが上がりました。ちょいちょいちょっと引いていきたいと思います。 10% 当てます。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。